こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットをやっていきたいと思います。カタロージャック、あと引退まで12周ということで、あとまあ長くはないですね。WBC 出して、それからですね、できれば SWBC で、優秀の美を飾りたいというところです。なお、なるほど、こうなってるんですね。ドバイワールドカップだと1500枚で多いんですけど、大阪杯だと500枚ということで、春天はまだ取ってないんですけどね。まあ、普通に WBC へ、行かせたいと思います。このなんかフランスパンみたいなのいいですね。女子回復だからこれを使おう。さてと、来週かな、ここでレース出してみましょう。まあ本当はドバイ出してもいいんですけど、どっち出せばいいだろうな。まあでも、もしドバイ出したら WBC すら出せるチャンスがないんじゃないかなと思います。残り9周なんで、まあ、ここはもう WBC 出しちゃいましょう。ドバイワールドカップはですね、ダート得意な馬、まあ、出た時に出せばいいと思いますし、大根か。それと疲労回復、ケーキは疲労回復がないんですよね。さあ、ちょっと間違えた。WBC ですね。また、いつも通り、ターフに出しましょう。はい、というわけで、レースに出走させるとこまで行きました。と、結果が出ましたらまたお送りしたいと思います。では一旦バイバイ、また後で。はい、WBC、結果が出たようです。見ていきたいと思います。観戦。一番人気はですね、池添騎乗のイーブルノクターン。二番人気ですか。実績見てみてもやっぱり、WBC を2着1着と来てるのはやっぱり強いですよね。一方、その、IC シンフォニーに関しては
着6着とちょっと伸び悩んでおります。あとはルソーですよね。ルソーも気をつけないといけないかもしれないです。基本的にあのライバル馬は後ろに行く馬ばっかりでした。なので末足勝負になりそうです。まあいつも通り最後方から行くんでしょうけどね。ファーイーストステーション、スタートですね。はい、スタートはまあ波ですね。どうせ下がるので関係ありません。さあ最後方までいつも通り下がりました。縦中の戦いになりましたね。おっと、虹の滝が鳴っているぞ。これはいい予感。さあ900ですね。いい運びはしてますよね。さあ先にディアドクターが動き出した。さあこちらの片尾ジャックも動き出しているぞ。かなり上がってきてます。ちょっと早いのかも。さあ300、いい末足。さあハイルアンドリール、そしていいからイーグルノクターンだが抜け出した。鮮やかなあの末足です。さあアリサンハローが34秒2なので32秒台で走ってんじゃないでしょうかね。強いです。さあ厩舎レベルをアップしました。さあこれでですね、体調を整えて、SWBC へ優秀の美を飾るべく挑戦したいと思います。いい勝ち方をしたんでね、どんなメンバーになるかわからないですけど、楽しみにしたいと思います。WBC のチケットが5つ貯まりましたね、気がつけば。あ、まだ4つか。もう1個足りないんだよな。金丸。はい、というわけで、ですね。
見事にあの WBC ターフ、この追い込みで、最高峰か追い込みで勝負を飾ることができました。いよいよあの次回ラストラン、SWBC に挑戦したいと思います。肩のジャック果たして好成績を上げることができるのか、期待してください。たくさんいろいろなものを撮ってますよね。素晴らしい。はい、というわけで、ゲーム動画でいこうで、ではですね、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。タイトル右側にあるチャンネル登録ボタンを押して、チャンネル登録者数増加にご協力よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄に記載していますアドレス、こちらから見ることができますのでよろしくお願いいたします。お時間ある方はですね、関連動画プレイリストを最後20秒に流れます。そちらもご覧いただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。